はいどうも皆さんこんにちは。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。でですね、今回のデッキは、新パークですね、ランドオブザタイタンズの、カードこれです。ギアフリード来ましたね。ジョーローチ君大好きな僕はギアフリード早速作りましたんで、こちら紹介していきたいと思います。デッキ名、肌がのおっさんと脇毛のおっさん、こちらのデッキでやっていきたいと思います。で、肌がのおっさんっていうのはね、これですね、転生ネイキッドギアフリード。このカードはですね、通常召喚できないんですね。で、高速解除という魔法カードの効果でのみ特殊召喚することができると。で、すごい強い効果を持って、このカードが装備カードを装備したとき、相手フィールド上モンスター1体を破壊するという、めちゃめちゃ強い効果を持ってます。これをね、活躍させていきたいと思います。で、高速解除っていうのはこれで、魔法カードなんですけど、自分のモンスターゾーンの鉄の騎士ギアフリード、これですね、ギアフリード。ギアフリードをリリースして、で、手札、もしくはデッキから、ネイキッドギアフリード、これですね、1体特殊召喚できるという、カードになっております。で、基本的には、ネイキッドで除去していきたいんですが、それに偏らせすぎるとマジで事故るんで、なので、一応ギアフリードを主軸にしておきながら、グレファーとか、あとはデスカンガル、この辺でカウンター取ったり、していきながら、基本的にはそのビートダウンさせて戦っていくような感じなのと、あとデスカンガルとですね、グレファー入ってるんで、この、融合順位セーブ値、こいつを、2枚入ってるんですけど、2枚入れることによって何が、できるかというと、このね、丸2番の方がですね、地属性の融合モンスターカードによって決まった融合性モンスター1組を自分のフィールドがリリースして、そのリリースした、モンスターを融合されとする、融合モンスター1体をデッキ育てできた特殊召喚すると、融合なしで、特殊召喚できる。つまりフィールドにデスカンガルーがいるか、もしくは、グレファーがいれば、こいつを召喚して融合順位セブチ と、グレファーか、デスカンガルーをリリースすることによってエキストラデッキから、マスターボーチさんこれが脇毛のおっさんです。脇毛のおっさんか、シンプルにこのなんか気持ち悪いこのキニグマン、を出せるという感じですね。それ、やっぱり、ね、ビートダウンデッキに基本的な戦い方はなるので、銀幕のミラーボールと、あとは、イタクワ、この辺がまあ防御カードになってるかなと。で、一応ね、ハジャの魔法兵器も一応ピン差し入れてて、これはですね、一応デスカンガルーのカウンターにも使えるし、あとシンプルにね、ギアフリードとかのアタックが上がるので、ギアフリードはですね、装備カードが使えないので、基本的に素の攻撃力は1800しかないので、ハジャの魔法兵器とかで、アップさせていくような感じになりますね。で、装備カードとして、グラールもしくは、メタル化、つけていく、つける対象はやっぱりこれネイキッドギアフリードにつけたいですね、基本的には。そんな感じで、あと魔法トラップは賢者、アマゾネスの賢者、アマ剣で破壊していくという感じになっております。それでは早速デュエルご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。どうぞ。さあ、お相手の方、バンディットキッズですね。よろしくお願いします。デュエルさんボーイ先行と。なるほど、よし行くぜ。ジョロジ、根性を見せろ根性を見せろ。あ、これはなかなかいいと思いますね。ギアフリード召喚しまして、もう一体いますんで、とりあえずこれターンエンドで、まだね、高速解除しなくてもいいかなと。肌がのおじさんはちょっともう次のターンですり替え。なるほど、どういうデッキなんですかね。ちょっとデュエルルームまた使ってやってるんで全く分かりません。ドロー、グラルターンに来る、強い、いくぞ。ギアグレードだ高速解除だいけギアグレード、いくぞ。封印が今解かれる。ネイキッドギアグレード特殊召喚、高速の火星を脱ぎ捨てた現れを牽制ネイキッドギアグレード、そして牽制ネイキッドギアグレードにグラールを装備聞くぜ。ネイキッドギアグレードは装備カードを装備した時、相手モンスター一体を破壊する特殊能力を発動するよし、破壊、派手派手破壊した。バトルだ、いけギアグレードでダイレクトアタック、よしよしよし、通る、いけネイキッドギアグレードでダイレクトアタック
ちょっとめっちゃ早いな。ちょっとめっちゃ早かったな。いやすごい。大勢ありがとうございました。さあお会いしたのはボンデッドキーストンですね。よろしくお願いします。ウィルソンボーイ、ヒゲ剃れや。ヒゲ剃れや。あ、かっこいい。このね、僕ねまだレッドアイズのねこれ持ってないんですよね。何デュエルフィールドっていうの。あー、これどうしよっかな。ここ一旦ちょっとデスカンガールセットしとこう。これ大変だ。ちょっとね、銀幕とかが消えてないので普通にシンプルにデスカンガール殴られるっていうパターンが結構ありますけど、あとセット、はい。さあ何で何殴りしてくるかだけど、1200ビクトリーパイパー、なるほど、パワーカプセル、はい、なるほどなるほどなるほど。飛行機デッキね。はいはい、やばいやばいやばい。バトル、あ、バトルはありがたい。よし、オッケー、ビクトリーバイパー、死んでくれ。よし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 、行くぞ、ドロー。あー、アマケン、アマケンか、これ難しいな。まあ、ギアグレード出してってもいいんだけど、ちょっとそれ切り札として取っといて、ちょっとアマケン、アマケン攻撃表示で、で攻撃表示でちょっとこれバトルしましょう。一回アマケンで殴る、でセットカードを破壊できると嬉しい。さあこれ通るか、エネコン、なるほど、でそれ横向きにされる、なるほどなるほどなるほど。ちょ、銀幕あたりだったら嬉しかったんですけどね。でこれバトルドーン入ってターンエンド。ただギアグリードと高速解除が引けてますので、裸のおじさんが裸のおじさんが出ますから、あとは装備カードを引ければ軍装、なるほど、なかなかいやらしいカードだな。これでシークレットドロー。つえ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 。でこれで装備カード、セブンカードを装備する。で軍装に装備、はい。でいくつなんだ、700だ、2300。強い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 。バトル、なるほど、ドン、やられる。2300か。これで装備カードを引けるかどうか。銀幕、ま、銀幕でもいいか、銀幕でもいいですね。でとりあえずギアフリード行くぞ、高速解除だ。行け、ギアフリード、封印が今解かれるぞ。裸のおじさん特殊召喚。でここで銀幕セット、ちょっと待ってくれ、これで板川で防がれるとやばいから、板川じゃない、間違えた、板川じゃない、クリボールね。いや、ただここは攻めに行っていいでしょ、銀幕あるし。ゴー、行け、通る、通る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 。で行け、もう一回カンガルでアタックで、ターンエンドだ。いいぞ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 、おじさん強いぞ。やっぱおじさんデッキから特殊召喚してアタック2000って結構強いですよね。まあ一応ギアグリードと高速解除2枚で出せるので、まあ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 ある程度強いかなと。カードセット、カードセット、なるほど、ターン終了。これで装備カードが来る、来い、装備カード来ない、まあ板かでもいいか、まあまあまあ防御札あるのはいいことですね。でこれで、ダイグレファー、あーなんだこれ、銀幕、なるほど、これはまあバトルいきますよね。でこれ殴る、殴れるか、あ、パンプリ、なるほど、パンプリきつい、パンプリでドン、効果発動される。ただこれどっちか取ればいけるぞ、いけ、デスカンガルでダイレクトアタック、通るか、あ、これ通らなそう、あ、通る。いや通るんかい。まあ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 、まあ、ビクトリーバイパーをねデスカンガルでカウンターできたのが非常にでかかったかなと思いますね。はい、対戦どうした。さあ、お相手の方は闇軍ですね。よろしくお願いします。ウィルソンボーイ、高校、まあ高校いいですよ、高校いいですよ、なるほど、なかなかいいですよ、いいですよ。で根性見せろ。ジョーのうち根性見せろ。あ、手札はまあ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 ある程度いいんじゃないですか。これはね、デスカンガルカウンターが決まる可能性がある。セットか、なるほどな。これね、墓守とかだとね結構ね辛いんですよね。グラルクルか、あー、どうしよっかな。でもね、結局ね、墓守とかだと1800突破できないから、ちょっといった様子見で、カンガルセットでもいいかもしれない。で銀幕セットからのイタクワセットからのこれターンエンドでもいいかもしれないですね。まあ、ただね、これね、墓守とか出てくるときつい。いきなりサニワーでセットカード破壊とかだときつい。あ、シャドウキラーはきついよ。そっちのもきつい、なかなか。なるほど、バトル。それもきつい、なかなか。はい。はい。ダメージ入る。で、ガンやられる。これはね、なかなかね、つらいですね。これね、殴ってくれないっていうのはなかなかつらいです。
でターン終了、これは辛いぞ。でドロー、んー、さらに銀幕空間、一応あるかな、一応まあギアフレード行きます。でた横向きにされたまま痛くわで横向きにすればいいから、とりあえずバトルギアフレードで大、ダイレクトじゃないアタック、とりあえずこれ通る通る通る、ターンエンド、これ通ります、そしたらこれ高速解除引くかどうかですか結局また高速解除引けるかどうか勝負になってくる。これね意外とね、これギアフレード、ギアフレードくん、ギアフレードくん、これ鎧をね甲冑を脱ぐと意外と、あデュアルサモン、なるほど、甲冑のこと意外と2ゲーム目なんですよね。でこれデュアルサム何をしてくるかっていうことで、これこれ墓守なのかな、あ墓守ですねやっぱね。でサニはサニは、はい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 、サニはサニはか、サニはこれでどっちだろうな、セットカード書いたな、あゼロにしてくるね、あゼロにしてくるやつね、ゼロにしてくるやつ、ゼロにしてくるやつで、オッサー、なるほど。で、オッサをさらにアドバンス召喚ですね、これね。あ、違う。セット、なるほど。で、それ殴られると、きついので、こっち系、後続解除行きたいので、こっち一回守りましょう。一回守ります。一旦ね、一旦守りましょう。これで後続解除をディスニードローするしかない、俺は。これで後続解除をディスニードローするしかない。いけ、根性見せろ、根性見せろ、城の内、あーこれ違う、あそれはそれは話早いぞ、でもこれは強いぞ、いくぞ、融合純陰生物効果発動でこっちで脇毛のおじさん出します、いきます、脇毛のおじさん召喚で、これただね貫通されたきついんだよな、これ一応守備表にするでしょ、銀幕銀幕だから、まあ一応これセットしといて、でまあバトルですよね、これはどうしよっかな、どっちにしてもだから、これはですねこっちからいきましょうか、あーオッケーオッケー、これねオッケーオッケーオッケー、でターンエンド、でまあオッサー出してきたところで4200なかなか突破できないでしょ、で金幕2枚あるんで、まあなんとかなると思いますね、2000攻撃力減らされたところで脇毛のおじさんって2200になるだけなんで、まあ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 銀幕あれば守れるでしょある程度、これであとはね高速解除引きたいんですよね、ただこれやられるだろうなギアフリード、さすがにこれ結局ですねサニワとか銀幕とかあってもなんとかね、なんとかなると思います、これオサあるからまあ頼むぞと、なるほど、あ貫通ね、はいはい、まあ、貫通は辛いわさすがに、確かに貫通は辛い、なるほど、攻撃をしてくれ、なんだろうな、バトル攻撃表示なんだ、そしてで貫通か、貫通はちょっと一応試して入らないで、これはもうさすがに無理だな、これ戦略もらうしかねえな、これで、ターン終了してくる、でドローしていく、グラール、なるほど、まあこれ普通にシンプルにバトルですね、シンプルにバトル、貫通としてからちょっとこっちから殴る、ドン2500円、でターンエンドで、一応これサニワからサニワ来たとしても一応銀幕あるので返り討ちにはできると思います、おそらく、いやちょっとね、あのね高速解除できなかったです、あエネミーコントローラーはやばそれはそれはもう終わりましたこれがね、これがですねマスターの弱点、エネコンされるとマジでやばいっていう、あアドバンス召喚なんだ、なるほど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 、でオサね、はいはいはい、なるほどなるほど、うまいうまいうまい、とてもとてもお上手です、やっぱねエネコンつらいっすね、なかなかねそれはつらいわまあなんならマスターで最後攻撃してほしかったっていうのはありますけどねまあこのセットカードはもう普通に何を発動せずにいきましょうか、はいはい、大丈夫でした、エネコンはつらいっすわはい、大丈夫でした。